様お待たせしました。直接のお客様お待たせしました。そう、あの仕込みまで手伝ってもらったら650円で提供できないの。なんで俺腰を振ると思う？腰を振るでしょ。わかんないです。意味はないと。意味ないですか？なんか腰痛めないようにとか。違うて。なんとなく。ご主人はどんな人なんですか？あんな人です。面白いですね。喧嘩ばっかしますよ。本当ですか？これが日本の丸椅子です。便利です。900円。お、安い。9ドル。もうスタートになったらガチャガチャになるから。はい。せめてね、スタート前ぐらい来てる人があったね。もう昼はもうセルフやから、ガチャガチャない。はい、セルフでお客さんに手伝ってもらわんとね、回せないのよ。はい。うん、予想じゃん。忙しい。ご主人はおいくつなんですか？59。48で始めたんだけどね。最初はもう、右も左もわからんだから。はい。大変やった。で、今も左か右かわからんだけど。まだわかんないですね。まだわかんない。あと半世紀ぐらい。じゃあ、もともとは飲食じゃなかった？もともとはムービースターよ。あ、ムービースターよ。知らなかったです。ジャパニーズムービースター。もともとはね、新聞関係の会社をね、ちっちゃな会社をやりよったんで、はい、
信号関係の会社がちょっと早いんだろうなって、それでちょっと転職企業に行って、よし、母さんご飯食べるね。あとであのクリスマスツリーの片付け、あの有名 YouTuber の人手伝わせて僕でその絵を撮らして、まケーキがなぜ作れなんていうの、子供好き。前から好きでした。やめとこのね、生姜のせがね、もう老眼で目が悪くなってね、結構大変なんよ。食券番号8番、豚ロースステーキ定食のお待ちのお客様、お待たせしました。どうぞ、8番の方上がってますよ。食券番号12番、生姜焼き。調査が上がりました。
食券番号5番塩サバ定食でお待ちのお客様をお待たせ。お客様をお待たせしました。食券番号14番生姜焼きでなっ、ありがとうございます。生姜焼きでなっ、はい、いらっしゃいませ、どうぞ。はい、チキン上がりました。サンマグラスおごり以上。ありがとうございます。ありがとうございます。食券番号36番チキン南蛮定食でお待ちのお客さん。350円のお返しです。はい、どうぞ。はい、350円のお返しです。はい、どうぞ。食券番号41番でございます。27番チキン南蛮定食でお待ちのお客さん。はい、焼肉定食でお待ちのお客様をお待たせしました。はい、お待たせしました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お客様をお待たせしました。はい、お待たせしました。はい、チキン南蛮のお客さんお願いいたします。チキン南蛮入ります。はい、今日は当たりました。はい、食券番号49番チキン南蛮定食でお待ちのお客さん。
食券番号52番、チキナンメンチデラックスでお待ちのお客様をお待たせしました。唐揚げ定食でお待ちのお客様をお待たせしました。ステーキ上がりました。豚ロースステーキ定食でお待ちのお客様をお待たせしました。はい。57番ですね。はい、お待たせしました。はい。両方でラックス。もう一丁、はい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 、唐揚げ唐揚げ定食でお待ちのお客様をお待たせしました。お待たせしました。はい、お待たせしました。はい。はい、どうぞ。はい、お待たせしました。はい。チキン南蛮定食でお待ちのお客様をお待たせしました。イケメンデラックス塩サバ焼肉。食券番号73番、生姜焼きです。お待ちのお客様をお待たせしました。はい、お待たせしました。はい、はい、塩サバがありました。はい、お待たせしました。食券番号お待たせしました。お待たせしました。94ですね。どうぞ。ステーキデラックスさんが。豚ロースステーキデラックスでお待ちのお客様をお待たせしました。
ボリュームと価格と、うん、しかもご飯おかわり自由じゃないですか、うんうん、なんかモットーみたいなのあるんですよ。一言で言ったら俺は海賊王になりたいわけです。モットーでモットーはないけど、俺がサラリーマンしとった時にそういう店があったらいいなっていう気持ちでそういうサービスやってるんだけど、やっぱり俺が思ってるみたいな人もやっぱりサラリーマンの人でも建設現場の人でもね、学生さんで多いみたいで、その辺やっぱり共感持ってくれていらっしゃってくれるね、それもありがたい話です。高級レストランも大事だけど、やっぱりこういう大衆食堂も大事ね。だからそういう使命感持ってやってます。一言で言ったら海賊王になりたいって話ですね。ありがとうございます。最近韓国人 の、 あの方が来てくれるんだけど、あの人たちは目を見てね、ありがとうって言ってくれるのよね。それ嬉しいね。おじさんたちもおばさんたちも若い人も男の子も女の子もね、なんかニコニコしてね、なんかこう、こういう小汚い店なんだけどいらっしゃってくれるからね、なんか嬉しいわね。でそれが韓国に限らんで、今からあのヨーロッパの方とかアメリカの方とかね、あと中国の方とかね、東南アジアの方、全てのね外国の方が来てくれたらね、またそういうつながりがねできれば嬉しく思います。一言言ったら海賊王になりたいじゃないですかね。 OK? はい。それ僕のバッグです。